再開いたします。次に泉谷貴志議員に発言をします。泉谷貴志議員。私は一点通告しておきました。議案第113号会津若松市水道事業給水条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。まずはじめにこの度の水道料金改定、引き上げの改定なんですが、水道料金の算定にあたっては定期的な検証が求められているということになっているかと思いますが、この点についてはどういうふうにお考えかお聞かせください。定期的な検証が必要だという点ですね。水道事業管理者。水道料金については定期的に検証が必要なのではないかと、これはこれまでもそしてこれからもということで理解をさせていただきたいと思いますけれども、我々におきましてもこの間ずっと毎年毎年決算が出されます。で、監査報告も 出ておりますけれども、決算の内容を詳しく分析をしながら、次年度どのような形ですればいいのか、あるいは数年後その先どんなような状況になるのかといったところを見極めながら、毎年諸会委員会の方にもその内容を説明を申し上げながら検証をしてきたつもりでございます。また今後についてもさらに今まで以上にその分析をの精度を高めながら対応していかなければいけないと肝に銘じているところでございます。泉谷貴志議員。はい。そういう意味ですけれども、この間の市の対応、水道料金引き上げ値上げのタイミングというのは何回かあったかと思うんですが、この対応について問題はなかったのかお聞かせください。水道事業管理者。この間の私どもの対応問題はなかったのかというご指摘でございますけれども、先ほどの話と若干かぶるかもしれませんが、平成6年の前回の改定以来22年が経過しているわけでございますけれども、その間毎年毎年検証を行いながらやってまいりました。ただ平成19年までの間については、これも申し上げましたけれども、一定の収益が確保されながら、わずかでありますけど利益を生みながら経営をしておりました。日本経済的なところを見ましても、人口減少社会への不安要素はありながらも、経営自体が危機に瀕するような状況というようなところまでの判断をもとはしておりませんでした。従いましてその段階は黒でもございましたので、その安い我々としては低廉な料金のつもりでございますけれども、それを維持していくというのが平成19年まででございました。しかし平成20年にリーマンショックなり半導体不況が起こって、経済が大きな転換をすることになりましたときに、一つ大きな危機は来たわけですけれども、我々の水道料金の収入、あるいは水道の使用量の使用水量の結果が出るのは20年度の結果が出ないとわからないということで、少しタイムラグが出てくるわけです。で、結果を見てみましたら19年度がピークで20年度には下がってたというのが、その21年度に入って分かったというのが正直言って事実でございます。もちろんその段階段階では落ちそうだというのは分かりましたけど、どの程度に落ちていくかといったところの見通しは立ちませんでした。そんな中で、そこでも先ほども申し上げましたとおり、改定に踏み込むべきかどうかという議論がありましたけれども、その段階ではまずは自分たちの身を切る改革から始めるべきだと、市民の皆さんがリーマンショック以降離職者も出ているような状況の中で、改定というお願いは厳しいという判断に立って、我々としては成田議員の方にもご説明申し上げましたけれども、さまざまな改革をさせていただいて、16億8千万ほどの削減も生み出すようなことをやってまいりました。結果論としては確かにその段階どこかでそのやるべき時があったのではないかということではございますが、リーマンショックであったり東日本大震災といった社会的な状況を鑑みたときには、我々としてはまずは身を切ることでもってこの危機を乗り越えていくことが先決だという判断のもとに立って進めてきたということでございます。泉谷貴志議員。
料金改定には、市民の理解が欠かせないというふうに思います。どうしても料金改定が値上げですね、これが避けて通れないということであれば、すべての市民、事業者も多々あると思います。これらに負担を求めるわけですから理解を得なければならないというふうに思うんです。やっぱり丁寧な説明が必要だと思うんですが、審議会の答申 21.66 という数字が出ました。私は非常にこれは高いなというふうに問題があるのではないかというふうに思うんですが、審議会の答申をもうそのままストレートで、条例改正案に持ってきたというのがちょっと理解できません。先の同僚議員からの質問もありましたように、やっぱり指導事業管理者としては少なくとも答申はもらったが、その答申に対して自分たちの考え方っていうものがやっぱりこう検討した後っていうものが見えないとしょうがないんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、その辺の問題意識はどうでしょうか。水道事業管理者。今回の値上げの値上げの件について議会にお諮りするにあたっては、我々は相当な内部の検討もさせていただきました。かなりの資料を使いながら中身を精査をいたしました。決して答申の内容をそのまま今回の議会の提案につなげたということではございません。その一つの内容としましては、今年春先からずっと夏過ぎぐらいまで6回にわたってかなりの議論を審議会でやっていただきました。その中で議論された中身については先ほど申し上げましたので割愛をさせていただきますが、そこで出されたのは経営が成り立つ最低限度のと言ったときには 21.66% というのは出ておりますけれども、我々も改めてその21.66% が市民の皆様にとっても、そして我々経営体にとっても果たしてどうなのかという検証をもう一度させていただくことが必要だったので、我々が最終的に値上げといったものを今回議会にお諮りする決断はこの秋になってしまったということでございます。この間何をしたかというと、過去のデータを集めてきながら、そしてさらにこれから先の見通しをいろんな材料を持ち寄りながら検証しまして、しかしながらはっきり申し上げますと、今挙げました 21.66% でも実は、供給単価と給水単価ということからいたしますと、供給単価つまり売る値段で、給水原価作る値段、これは実はまだこれでやっても 21.66% にしたとしてもまだ作る単価の方が高い状況なんです。たまたま料金収入以外にも若干の収入があってそれを補填することができるわけなのでこれで収まりますけれども、そういったこともさまざま勘案しますと 21.66% の答申案はこれからの我々が改定をすべき立案としては適正なのではないかという判断に至って今回上程をさせていただいた経過にございます。いずれは高橋議員。つまり、水道事業管理者の方で 21.66 を出して答申を導いたのではないということでよろしいですね。はい、それではですね、市はこれからですね、水道の無未普及地区への普及をさらに進める、あとは老朽化の改修などどんどんやっていかなければならないというふうに思うんですが、水道法は水道事業を運営する自治体に対して、安全で低廉な水を提供するように求めているわけです。しかし今回市が水道ビジョンを発表しましたが、これには安全、強靭、持続可能ということで3つの言葉はあります。これの説明もしっかりと私も見させていただいたんですが、残念ながら低廉という文言がですね、ここからちょっと抜けているわけですね。で、なんでこの低廉という言葉を抜いたのかご説明をいただきたいと思います。水道事業管理者。
定連の言葉が抜けているのではないかというご指摘でございます。まあ、その前に最後にちょっとお話になりました 21.66 については審議会の方にからいくつかのパターンを出してほしいということで一つ出したものが 21.66 であったことは間違いありません。そして20もっと上の場合ということで 25.何%といったものもお出しもしました。そういったものを比較したときに審議会としてはこの定連な方をお願いしたいという結論になって、その内容をさらに我々内部で検討して結論に至ったということでございますのでご理解を賜りたいと思います。その上ででございますが、水道法の第1条には、正常にして豊富、低廉な水の供給を図りというふうに、低廉という文言が入っております。これは我々水道事業を営む者の基本的な理念でございます。したがって、あえてお乗せしていないわけでございますが、一方、水道ビジョンにつきましては、将来100年の水道体系を見据えたときに、これから10年先の会津若松市の水道をどうしていくのかという具体的な、施策であったり目標であったりというものを定めるということで、安全、強靭、持続という3つの課題をテーマをそこに設定をして作ったものでございますので、あえてそこには定廉という言葉は入れておりませんが、基本的な思いを貫くものは、定廉な料金でもって、水を安全な水を供給したいという思いでございます。泉谷隆議員。水道協会によると月10立方使用の家庭用料金、まあ、平成14年の4月段階の数字ですが、最高で群馬県長野原町が3510円、最低兵庫県赤穂市は367円、実に10倍ぐらいの差があるというふうになっております。まあ、定廉という言葉がどういうふうにこう捉えるかによっては相当認識の違いが出てくるのかなというふうに思っています。将来ですね、人口減で相当な自治体が値上げに踏み切らざるを得ないというふうに言われています。特に北海道や東北で値上げ率が高くなる見通しだというようなマスコミの発表もあります。まあ、そういう意味でも定廉というのは認識として、今現在全国の水道料金、まあ、平均ですけれども上水道で2000円から2200円、簡易水道で1800円から2000円というのが実は割合的には最も多い、まあ、その辺にこう多くの自治体が集まっているわけです。それを考えたときに会津若松市の今回の料金は高いというふうに認識するんですが、どうでしょうか。水道事業管理者。私ども皆様方の方に時折お出しする仕様の中で使わせていただいているのは15立方を基本にさせていただいておりますので、単純に10立方のものとの比較はできませんが、私が今お聞きした限りにおいては会津若松市がそれを10立方に置き換えた場合についてはもう少し安い方に入るのではないかなというふうに思っております。はい。泉谷隆議員。市長にお伺いしたいんですが、新聞にこの前ちらっとこう出てたんですけども、今回の条例改正にあたって、2割を引き上げたとしても県内13市ある中で決して高い方ではないと、なので理解が得られると思うというふうに載ってたように私は記憶しております。市長の考え方はこれで間違いないでしょうか。市長。はい、その言葉だけ切り取ればいかようにでも受け取っていただいて構わないと思いますけれども、責任ある水道をこれからも将来にわたって供給するためには一定の値上げは必要だということで 22.166% でしたかの値上げを今お願いしているわけでございます。で、13市の中では値上げ前は確か安い方で3番目でございました。で、値上げして確か5番目ということでございますので、そのように認識をしていただきたいと思います。で、一方値下げした
ところがありまして、私もびっくりしました。でも値下げされても我々よりも高い料金だということでありますので、これについてはですね、なんとかご理解いただきたいと思います。でなぜ値上げする機会、または22年間、今日23年目になるわけでありますが、経ったかといいますと、基本的には赤字の状態が続く、そしてこれからも続く、そしたらどうして責任を持っていくんだといったときに、初めてやっぱりご相談させていただく状況になるのではないかなというふうに思います。例えばこのあと水を大変使う企業が来てくれて、給水量が上がる、かつてピーク時より先ほど10億円ぐらい減ったというお話をさせていただきましたけれども、仮にそのようなことがあるんであれば値上げすることなくですね、今こらえてやるべきだという議論は当然あると思いますが、当面一般の利用もですね、人口が減っていくことで、それから避難の方たちも当時おられた数おられません、生活しておられませんので、どうしても個人の使用も増ではなくて減という形になっています。で加えて事業用工場用の水がですね、残念ながら水道用水を使っていただきたいんでありますが、やはり地下水の利用も増えているのも実態でありますので、ただこれについては企業の判断が大きいと思います。給水単価をどのように計算されているかは分かりませんが、雇用が守られる方が私は重要だというふうに思っておりますし、お願いはしております。これは病院や事業所にお願いをしておりますが、なかなか使っていただけない状況であります。そのような中での先ほど、決して高い方ではないというふうに申し上げたつもりでありますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。泉谷隆議員。原発事故以降ですね、中小事業者は風評、あるいはこれから賠償金が打ち切りになるのではないかということも取り沙汰されております。中小の事業者がどのような状況に、これを見てですね、思うのか、ちょっと私は心配であります。で一つですね、お聞きしたいのは、湯川村さんと水道、統合合併というんですか、したのが23年度ですね。で23年度から、湯川村さんでは水道料金が高くなるということで、激変緩和措置を3年間取ったというふうに伺っております。それは26年まで、25年度まで続いて、で26年、27年、28年と3年間で、またぞろ2割アップだというふうなことになったときに、湯川村さんの方にも当然、管理者は行っていろいろお話をしていると思うんですが、どのような反応なのか、少しお聞かせいただきたいと思います。水道事業管理者。湯川村につきましては、事業統合をしてもう何年かになるわけでございますが、今回また料金改定の話をしたときにどんな反応なのかということだろうと思います。実際私もこの職を頂戴しまして、すぐさまご挨拶行ったほかにも何度か足を運んで、先方の村長、副村長の方に水道の料金の状態について、実態についてお話をさせていただきました。でさらにその後につきましても、審議会にお諮りをする前、審議会の結論が出た後、それからこの議会の方にお諮りするということを決定したときも、速やかにお伺いして、その状況について、経過についてお話をし、説明をさせていただいております。その時に伺った、その時の話ということですから、すべてのことを掌握して申し上げているわけではございませんけれども、その時に出されたご意見としては、今のところ、村の人たちのから料金のことで、なんだかんだという声は私には届いてないよねというような話を、村長、副村長の方からは伺っておりますが、それ以外の方々についてはまだ私どもとはしては承知はしておございません。泉谷隆議員。先ほどの市長の話、今の管理者の話なんですが、私の知る限りでは、やっぱり大方の市民からは、意識がですね、乖離しているのではないかなというふうに感じております。その辺についてはどうですか、一致しているというふうにご理解してますか。水道事業管理者。
生活に関わる水でございますので、毎日使う水でございますので、どなたに多分お話をしても、料金が10円であろうが100円であろうが値上げに対してそれは賛成だとおっしゃる方はいらっしゃらないだろうと思います。ただ私今回つくづく思いましたのは、我々が作っている水は単に売り買いをする商品の水ではなくて、これから命の水として子子孫孫子や孫にきっちりと守って伝えていかなければならない共通の財産なんだと思います。大変なご負担をご迷惑をおかけすることは重々承知でございますが、我々はこれからも丁寧にその実態等々を説明しながらご理解をいただくように努力をすることが我々の責務であり、そして最終的にはご理解をいただいて、また子どもたち孫たちにしっかりとした水を提供していくことにつながっていくんだろうというふうに思ってございます。泉谷隆議員。最後にしたいと思うんですが、市長は全国の市長会とか、そういった場面に参加をされると思います。そういうところの機会を捉えてですね、水道料金これから全国的に上がっているだろうというふうなことが議論になっているわけで、やっぱり格差拡大これ以上開くということはまずいんではないのかなというふうに思うんです。市もこのままでいくとどんどん低廉なところから上がっていって、大変な状況、市民に負担をかけていくと、これから経済状況もどんどん悪くなっていく要素も十分あるわけですから、それを考えたときにやっぱり関係機関の方に、国を含めてですね、働きかけをして料金が一定程度高くなる場合には市民の負担を減らすための何らかの方策、国の支援なりですね、あるいは独立採算制とは言いながら料金が上がっていけば大変な状況になるので、一般財源の方からの繰り入れとかそういったことも含めて国がやっぱりしっかりとそこは守っていく、国民の生活を守っていくということを市長がそういう場でですね、積極的に発言をしていただきたいと思うんですが、その辺の認識をお聞かせいただき終わりたいと思います。市長。はい、水道事業の地方における厳しい状況というのをしっかりと国に訴えるべきだというお正しだと思います。私もその通りだと思います。特に地方は人口が減っています。で、私どものところのいろんな企業さんも大変地方での経営に苦慮されております。加えて海外移転もどんどん進んでいてですね、やはり工場そのものが日本になくなってきた経過もありますから、当然水の需要が増えているところというのはそう多くはないと私は思います。これは日本中どこでも同じような課題だというふうに思います。ただこれまでもですね、水道事業者等で構成しています日本水道協会等を通じてですね、要望はさせていただいているところでありますが、これは自治体共通の課題だということで非常に重要な観点だと思います。我々が低廉な価格でですね、供給できるように国の支援の方法がないのか、または関係機関の皆さんと情報交換していい方法はないのか、そんなことを探りながら、安全安心な水の供給に努めてまいりたいと思います。